南に北に清掃苛烈の決戦相次ぐの時、攻幕たるここ満州の原野に厳然北の沈めにつく関東軍、身を眼前に繰り広げられる機甲部隊の鉄の異様を、黙々として日夜を分かたぬ訓練を重ねるスメラミ国の将兵ありて、共栄圏防衛の陣いよいよ果たし、戦争第2年はまさに全国力を落とした生産力の戦いである。近くはソロモン海戦に見るがごとく、敵米英の失望なる反抗は何を物語るか。彼らはその豊かなる資源と大いなる生産力を頼んで、惨憺たる敗戦第1年の挽回を策している。もとより勝利は必勝の信念と括弧不罰の精神の上に輝く。だが近代国家総力戦の今日では、質においても量においても共に敵に勝る武器を欠くことはできない。我ら人を国民は武器の生産でもまた敵を圧倒しなければならない。戦いはまさにこれからである。